お家の方はどなたかいらっしゃいませんか。うん、あ、どうも、草壁です。引っ越してきました。よろしくお願いします。メイ、サツキ、行くよ。どうしたんだい？お父さん、ゴキブリでもないネズミでもない黒いのがいっぱいいたの。ああ、それは真っ黒クロスケだな。真っ黒クロスケ？真っ黒クロスケ出ておいで。出ないと目玉をほじくるぞ。コロスケじゃない。払いすぎ、払いすぎ、払いて、払いて。お父さん、
元気だね。この家を管理されてる隣のおばあちゃんだよ。応援に来てくださったんだ。さつきに妹のメイです。こんにちは。はい、こんにちは。賢そうな子だよ。あれ、メイ、手真っ黒じゃない。真っ黒クロスケ逃げちゃった。こりゃ、すす渡りが出たな。すす渡り？渡りって、もっと消防士でお笑い芸人の？そう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 、確認、よし、レスキュー。いや、それ渡り119。さつき、天才。すす渡り？誰もいねえ古い家にいて、そこら中すすとほこりだらけにしちゃうのよ。小せえ頃にはわしにも見えたが。そうか、あんたらにも見えたんか。そりゃ妖怪ですか。そったら恐ろしげなもんじゃねえよ。ニコニコしてたら悪さはしねえし、今頃天井裏で引っ越しの準備でもしてるんじゃねえか。あら、あなたはさっきの。やーい、お前んち、お化け屋敷カンタ。
あなた、トトロ？ちょっと待って。貸してあげる。こうやって使うのよ。ノリニャ、ハブリいいニャ。ノリな。ああの子きっとお母さんが入院している病院に行ったんだわ。メイちゃん、メイちゃん、日が暮れちまった。ああ。メイちゃんのじゃねえ。よかった。
トトロ助けて、メイがいないの。あの子、あの子、あー、猫バス来たよー今日はどうした？メイのところに連れてってほしいの。乗れ。でも今日はチャウチュールがなくていらねえよ、出世払いだ。出世する。しゃあ、大丈夫？疲れてない？あ？なめんにゃ！さつきちゃんもみんな探してたよ。ん？それなんだ？え？トモコロシ！タイムリープしたんけ？あ、タイムリープ？お姉ちゃん、メイのバカ。猫バスはメイと会わせてくれて、お母さんの病院にも向かってくれたの。はあ、世話が焼けるにゃ。でも本当にただの風邪でよかったよ。もうちょっと長引くかと思ったから。早くお家に帰れるといいね。さつきとメイも待ってるから。トトロを見たって言うんだ。僕は信じているんだよ。誰だろう。あれ、今さつきとメイがあそこで笑ったように見えたの。案外そうかもしれないよ。までそこにいた。